はい、KSR の80ですね。今回はですね、こちら、お安く現状販売させていただきます。現状販売というのはですね、気をつけてくださいね。いつも他に出しているものとは違います。若干トラブルを抱えております。その前にですね、まあこのバイクはですね、うちで僕が仕入れたものじゃないんですけれども、お客さんから買い取ったものですが、機械尻好きのお客さんがいましてですね、前後のタイヤを新品にしてエンジンの腰上をオーバーホールしてですね、で、まあ、さらにその他いろいろキャブの中もオーバーホールしてみたりとかいろいろやってみたんですけども、どうもですね、実際走らせてみると老けが悪いんですね。エンジンちゃんとかかるんですよ。足いった、これ。なんでやねん。フューエルコックがオフですね。調子が良くないです。走るものも走るんですけども、あんま吹けなかったりとかしますね。で、こういった状態になるんですが、今ですね、うちの店はですね、大量の在庫とですね、修理案件を抱えておりまして、手が回りません。手が回らないままですね、だいぶその在庫期間が経ってしまいました。で、まあ、このまま置いといてもですね、いつ手をつけられるか分からないので、このまま出してしまおうと思います。こうしたツーストのミニの非常に軽いバイクですね、一人で車を詰めるぐらいに軽いバイクです。こう持てるぐらい軽いですね。なので、まあ、こうしたバイクであれば、日用大工的な日用趣味なオートバイの直し屋さんっていうのかな、なんかバイクいじりが好きな方に非常に良いのではないかなと思いまして、このまま出すことにいたしました。本当はちゃんと直してから出したいです。本当はちゃんと直してから出したいんですけども、今うち在庫であと修理しなきゃいけないのがですね、40台あります。もうみんな順番なんですね。順番変えられないんです。全部順番でやってしまっているので、それが終わる頃にはですね、もう季節は寒い季節になっているでしょう。ということで、このまま出しますので、ご理解いただける方、どうか、買ってください。ご理解いただける方ですね。ご理解いただけない方、これが乗って、すぐに帰れるんじゃない、乗ってもうすぐ帰れると思っている方ですね。そういう方は、ご遠慮ください。まあ、一応走ることは走るんですけどね。KSR のこのキック苦手なんですよね。すぐ怪我しちゃうんで、ね、よくって走ることは走るんですよ。興味ある方、どうぞよろしくお願いします。